キングプリンスが5人体制で最後のエムステシンデレラガールを含む2曲を披露、初心に戻った気持ちでスノールマン王を最新アルバムから2曲をパフォーマンス。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 5月19日金のミュージックステーション夜8時9時48分テレビ朝日系派2時間スペシャルで放送される。キングプリンスをデビュー曲であるシンデレラガールとベストアルバムに収録されたビューティフルフラワーを披露。スノーマンは最新アルバム I doME から愛言葉とスローの2曲をパフォーマンスする。 また、VTR 企画では、10代から50代が、これぞ我れ青春。と思うアーティストを投票し青春ソングを決定する。四角キングプリンスが5人体制で最後の M ステ出演、5年分の思い出を込めて頑張ります。キングプリンス5人体制で最後の M ステ出演2018年にリリースされた記念すべきデビュー曲、シンデレラガール。 4月19日ミーズにリリースされたベストアルバムミスター5・5に収録されファンへの感謝を込めて制作した新曲ビューティフルフラワーの2曲を披露する。ビューティフルフラワーは今夜のエムステがテレビ初披露となる。そして VTR ではキングプリンスへの軌跡を振り返る特集が放送される。 シンデレラガールのパフォーマンスについて平野潮は初心に戻った気持ちで披露できたらと述べた。また、高橋山は自分たちと一緒に5年間育ってきた曲なので5年分の思いを込めて頑張ります。岸優太は僕たちの原点の曲。皆さんもしっかり目に焼き付けてほしいと気合を入れていた。 Beautiful Flower フフについても、長瀬角は今までの曲にないくらい壮大な曲で、いろいろなことを思い出しながらも前を向いてもらえる曲になっていると思います。と述べ、神宮寺勇太は5人の声のバランスがとても心地よくなっていますので、生放送でも楽しみにしてて、とコメントを寄せた。 四角スノーマンならではのグルーブ感のあるダンス曲と温かいメッセージソングの2曲を披露。スノーマンは最新アルバムから合言葉、スローの2曲を披露。スノーマンならではのグルーブ感のあるダンス曲と温かいメッセージソングで、スノーマンの2つの魅力を表現するパフォーマンスになっている。 メグロハスは、合言葉は、たくさんの人の日常に広がっていく楽曲になればいいなと思っています。岩本、岩本翔が振り付けした、誰もができるような温かい振り付けと、柔らかい雰囲気の9人に注目してほしいです、と話す。渡辺翔太も、歌詞も、ここをこうしてほしい、など細かい部分もメンバーで相談しました、と楽曲制作の秘話を明かした。 米印高橋山の、こう、は正しくは、はしごだか。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。 ベルト。